マッシュウェイド・ステアーズはカナダ連邦ニューブランズウィック州セントジョイン出身の元プロ野球選手。野球指導者、右ト左ヒだ。1988年にカナダ代表の選手としてソウルオリンピックに出場した。1989年にモントリオールエクスポズと契約を結んだ。1992年5月29日のシンシナティレッズ戦で メジャーデビュー。1993年はエクスポズで6試合に出場した。1993年シーズン途中の6月から NPB 中日ドラゴンズでプレーガイ。外野手と三塁手の兼任でクリーンナップを務めるも1年、限りで退団。中日在籍時代は振るわなかったものの、当時の同僚、落合博光は、ステアーズはいずれいいバッターになると。 彼の才能を認めていた。また、ステアーズは逆に、当時の落合や今中新次などを見て、日本人選手がいずれメジャーで活躍する日が必ず来ると確信を持っていたという。中日時代のある日、雨で試合が中断してしまい、ファンを沸かせようと、泥まみれのベースにヘッドスライディングを決めたこともあった。結局その年限りで中日を退団した。 その後、エクスポス参加に復帰したが、1994年の開幕前にボストンレッドソックスにトレードされた。この年は AA 級ニューブリテンレッドソックスでシーズンを終えた。1995年はトリプル A 級ポータケットレッドソックスで一定の成績を残してメジャーに再び昇格する。しかし、シーズン終了後に自由契約となった。 その後、オークランドアスレチックスと契約し、1996年から、当格を表した。1999年には、38本塁打、102打点を記録した。2000年に自由契約となった。2001年は、シカゴカブスと契約を結び、前半戦は、フレッド・マグリフが加入するまで、小一塁手としてプレーした。オフに自由契約となった。 2001年オフにミルウォーキーブルワーズと契約を結んだ。2002年は16本塁打こそ記録したものの打率は244と低かった。オフに自由契約となった。2002年オフにピッツバーグパイレーツと契約を結んだ。2003年は128試合に一塁手と外野手で出場した。打率は自己ベストの292を記録し、 本塁打は20本放った。オフに自由契約となった。2003年オフに3年契約で、カンザスシティロイヤルズと契約を結んだ。2005年6月2日のニューヨークヤンキース戦の6回、左翼へ本塁打を放ち、コロラドロッキーズなどで活躍した、ラリー・ウォーカーに続き、カナダ人メジャーリーガー史上2人目となる、通算200本塁打を達成した。 2006年は開幕前の3月に開催された第1回ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。2006年7月31日にテキサスレンジャーズへトレードされた。2006年9月15日にウェイバー工事を経てデトロイトタイガースへ移籍した。2006年12月7日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。2007年は 第4の外野手として期待されたが、ライル・オーバー・ベイ、リード・ジョンソンの故障者リスト入りなどで一流一手としての出場が多かった。オフの11月2日に、ブルージェイズと2年契約を結び、契約を延長した。2008年は、開幕時には、左翼手を、シャノン・スチュワートとのプラトーンで起用された。その後、フランク・トーマスが解雇され、 ステアーズが指名打者を選任するようになった。8月28日にディエフェとなった。2008年8月30日にトレードでフィラデルフィアフィリーズに移籍した。ロサンゼルスドジャースとのリーグチャンピオンシップシリーズ第4戦では、ジョナサン・ブロックストンから代打2点本塁打を放ち、注目を浴びた。2009年は開幕前の3月に開催された第2回。 WBC のカナダ代表に選出された。2010年1月23日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。8月21日のブルワーズ戦で通算21本目の代打本塁打を放ち、クリフ・ジョンソンの保持していたメジャー記録を更新。最終的に23本に伸ばした。2010年12月14日に、 ワシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。2011年は開幕メジャー入りしたが、8月1日に解雇。3日に現役引退を表明した。最後のアンダはやはり代打で登場した7月15日の試合で代打で通算105本目であった。メジャーでの通算12球団在籍は当時史上1位。2014年にジェイミー・モイヤーと共に フィリーズの球団専属解説者に就任した。2015年2月4日に、コーリー・コスキー、カルロス・デルガド、フェリペアルー、ボブ・エリオットと共に、カナダ野球伝道に選出された。2016年11月2日に、フィリーズの打撃コーチ就任が発表され、1年間、勤めた。2017年10月30日に、パドレスの打撃コーチ就任が発表され、1年間、 務めた。カナダ出身で、カナダのオンタリオ州トロントを本拠地とする、トロントブルージェイズ、同じくカナダのケベック州モントリオールを本拠地としていた、モントリオールエクスポズの両球団に在籍経験のある人物の一人。他には、ショーンヒル、ロブデューシー、デニス・ブーシェが該当する。ありがとうございます。